ストーリーを進めようと思ったら新しいイベントが。サクヤさんじゃないか。なんだい。ああ、キリト君ではないか。サクヤさん、どうしたんだ。一人で街を歩いてるなんて珍しいな。そんなことしてたら襲われるぞ。私だってたまには羽を伸ばしたいのだよ。一人だったらサクヤさん倒すとどこだったっけ。時にキリト君、今時間はある。その種族が全部終わってしまうんだよ確か。まあ特に予定はないよ。それはよかった。ではこの町の案内を頼めないだろうか。でもそれだったら 領主は一応つもできないのか。そんなわけないな。モンスターだったら大丈夫なのかな。それなら俺よりサクヤさんの方がよく知ってるくらいじゃん。そういうことを言うのは野暮というものだよ。大体友人将軍戦がないのにどうしてこの二人仲良くなってるんだ。女性の頼みは心よく引き受けておくものだぞ。友人戦があったからこそキリト君が有名になって仲良くなったはずなのに。ほら返事は。わかったよ。微妙につなげてるんだな。オリジナル展開と見せかけてアニメのシーンを入れてないのにあったことにしてるみたいな感じで。ありがとう。ではよろしく頼む。よくわからん。お待たせ。どこに行くんだ。ありがとう。これはクレープだな。フルーツが中に入っているようだが現実にはないものだな。スバルト・アルブヘイム限定のフルーツらしいんだ。どういうフルーツだ。ではいただこうか。どうかな。うん、うまいな。イチゴのような甘酸っぱいフルーツが生クリームとよく合う。そうなのか。気に入ってくれたようでよかったよ。お腹空いてた。このクレープリーファがよく食べててさ、俺もたまに買ってやってるんだ。リーファのやつを私はだと。そういえばリーファとはリアルで兄弟だと本人から聞いたよ。その様子だと随分と仲がいいんだな。兄弟以上にな。彼女最近は君のことばかり話しているよ。そうなのか。それは怖いな。一緒に攻略した話や。あんなに妹に慕われてキリト君は下方者だな。どういう意味だ。ああそうだ。あそんないいよ。大したことをしたわけじゃないし。なんだクレープ1個でキスでもすんのか。いいや、それでは私の気が済まないのだ。貸し借りの問題ではなく気持ちの問題だよ。そうでは何か思いついたら声をかけてくれ。最大限礼を尽くそうじゃないか。おお、ありがとう。大げさだな。でもありがとう。無論。ん？何をしてるんだ。何も用がなくてもいつでも声をかけてくれて構わんのだがな。急になんか言い出した。サクヤさん。この二人は別にこんな仲じゃないのにな。サクヤさんの手が首筋に、というか顔が近い。どうしたのだ。そんなに構えなくても良いではないか。記入だな。記入はでかすぎだな。それとも緊張しているとか。あのこんな狭だで片したらドン引きするけどな俺は。冗談だ。君が面白い反応をするのでついからかってしまった。からかわれるのは嫌いです。ド M だけど嫌いです。びっくりした。離れてくれてよかった。ああもうこんな時間か。そろそろ戻るとするか。漁師の仕事があるからな。頑張ってね。ちょっとした息抜きのつもりが君と話していたらつい長居してしまったな。4分もかかったな。また近いうちに道案内を頼むかもしれん。そうか。その時もまた心よく承諾してくれることを期待するよ。またな。なかなか有意義な時間を過ごせたよ。ありがとうキリト君。ではな。じゃあな。行ってしまった。何のイベントだったんだ。なぜこの二人が仲いいのかがよくわからん。サクヤさんからメールが来た。なぜかアリシャからメールが来た。ちょ
っと息抜き付き合ってくれない？でも何もイベント起きてないぞ。全くイベント起きてないぞ。じゃあそんなことは置いといて攻略に行くか。攻略遠いな。この移動もすぐにできるようにしてほしいのに。マップ移動は転送で。しかし本当ロードが長いな。ヒュン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 。どっちから行こう。とりあえず近い方から。ヒュンヒュン。あれ、あのモンスターはどっから来てどこに行くんだろうか。あんな空島の上に3人ポツンといて。行動限界、もしかして行けない系。落とされた。落とされたけど、あそこアイテムあるぞ。これあれか。こっちから行かんとあかんやつか。違うな。向こうか。飛んでいって。どこだ？あったあった。あそこだ。スイーン。落ちます落ちます。なぜだ、なぜ魔法を使った。あ、足が速くなるやつか。もっと早く使えばよかった。このロードの長さよ、長くなかった。サーチ開くか。あのでかい鍵を使ってみろよ。なんでお前いるんだよ。入れてみるわよ。ガチャ開いた。やったわ。苦労して手に入れ。苦労はあまりしなかったけどな。出てくるモンスターは同じ。これで決めば。安心して、あなたの背中は私が守るから。やっ、モンスターさんいらっしゃい。倒した。知らぬ間に2体倒してる。扉がある。しかし開いてないようだ。何もないな。逃げられた。まだ倒してくれてないのか。どっかで爆発したぞ。ヒュインヒュイン。モンスター出すぎじゃないか。2体倒した。まだいた。どこだ。危ない。行って、後ろから来た。来た。ぶっ飛ばしてやるぜ。カチャ。どっかで扉が開きました。スタート見るとマップが見れるっていうのは知らなかったんだよな。今どこ。一周するだけか。一周するだけの簡単な。お、アスナがヒールを覚えた。ファーストエイドとは違うのか。ファーストエイド。次はどっちだ。スタート押すとこっちに何かあるか。高々あった。不明の剣。この奥はいけないのかな。レインついてきてるのか。レイン来てるのか。いやはや、さすがは英雄キリト君。どう
ちゃうのかな。わかるわ。私完全に気配消してたと思うけど、索敵スキルにも絶対かからないように対処してるし。どんなチーターだよ。対処って、まあ、索敵の効力からも身を隠すって。まあそんなところだね。スキル付きの新しい装備をしてるの。新しいのがあるの。ほら、私レプラコンだし、偶然自分で作成できたんだ。そんなんできたらチートだぞ。スキル付きの装備。うん、すごいでしょ。これは嘘じゃなくて本当なのか。すごいな。で、ついてくるのか。でも一周してみよう。何かアイテムがあるかもしれない。風の音、もしかしてここ一周してきた。一周してきてるな。じゃあ倒す必要ないわ。扉が2個あるんだよな。そうか、こっちを開けないともしかしたらいけない系かな。じゃあいいや、こっちから行こう。さあ行け。トウトウって飛ぶとこなかった。かかってるのかよ。向こうから行ったらよかったんじゃないか。じゃあ戻ろう。ここ登って二段ジャンプ、二段ジャンプで登るのはしんどいな。虫だ。今どこ？あれ？こっちはもう行ったんだよな。ということは逆走したのバカじゃないか俺。なぜ一時遠い方向から行った？ここが開いたんだろ。そうなんだろ。そうなんだろ。絶対そうなんだろ。開いてなかった。じゃあどこだ。あ、入ってもらった。中央間の鍵、ここ残念。また一周してこないと無駄な時間をほいほい費やす。アイテム発見、タムチ。一周してきた。無駄な一周だった。わっ、もっと早くダッシュできたんやよな。どっちだ。こっちか。中央広間、ガチャッと開いた。サソリ軍団が現れた。カンカンカンばっかりやって。あった、後ろがガラキだぜ。バー700も当たる。どこ行った。あと1体。どんだけ遠くまで行ってんだよ。なぜ画面の外まで消えた。どうなった。一発復活しやがった。一体これで決めてやる。よし、開いた開いた。これか、こっち。どっかで扉が開いた。早く早く戻るんだ。こっちで当てるかな。当てた。ふわっ、こいつは無視して。こいつも無視して。俺が無視してる間に2人で勝手にレベル上げてくれててもいいんだよ。空いてる。
終わったらアイテムが落ちたりしないか。ほな行きましょう。2階ボスか。ボスじゃない。どこ、ここ多分まっすぐはまだ行けないんだろうな。きっと勝手に倒してくれ、勝手に倒してくれ。何こいつは、こいつは知らない。決めた。痛い。回復して回復、朝3回復して。まだいた。あれ、間違えた。なぜしまった。痛え。挑発された。こいつを5匹倒せとかいうのがあった気がするんだな。いた。なんだ、何体いるんだ。もしかして復活。このくらいなら大丈夫だな。これで決めてやる。この攻撃弱いな。何にぶち壊されてんの。アイテム発見。ヒュンヒュンいってる。復活するよ。また来た。これで決めてやる。よろしく。倒してくれてない。向こうのやつ倒してくれてない。マジか。頼りにしすぎだろ。倒してくれよ。やっとこっちまで来た。あれ、また追跡者。おいレイン、またついてきてるのか。え、ついてきてるんだろ。キリト君さすがだな。一緒に行けばいいじゃないか。ついてくるんだったら。噂にたがわぬ美少女ちゃん。むしろクライン1回目の時いなかったのかよ。どういうことだ。私クラインと申します。キリトの兄貴分としていつも彼の世話をしているもの。あなたがレインさんですね。以後大見知りおきを。はあ、レインさんはレプラコーンなのですね。ぜひ私めにも新たな武器を。レイン、気にしなくていいぞ。そいつは口が達者で、お笑い師だけのリアルではお笑い志望の男なんだ。そうそう、俺今サラリーマンだけど実はお笑い目指しててさって。違う。それだけかよ。有意志なんだ。しかも風抜いてなかった。どこに行ってるんだ。こっちの方が強いな、アキラか。こっちの方が強い。お、両手剣だ。こいつは何体出てくるんだよ。クエストでこいつか。スケルトン、あと2体。さすがさすが。いなかった。そのうち出るだろう。範囲攻撃、技のキレが増してるみたい。うば、範囲攻撃強。一周してきた。回復してくれた。優しいって思ったけど俺じゃないのか。自分に回復したのか。私の雑魚はいい。なんか使ってくれた。さあ来たぞ。ふわっと行こう。ふわっとボス、このボスに行くぞ。このままボスに挑もう。なんでフィリアが出てった。わかった、頑張ろうね。頑張ろうね。ゴー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 。ただの雑魚じゃないか。
ゴーデムとスケルトンじゃないか、ただこのボスはそんなに強くないようです。やっつけちゃいましょう。190もあるじゃないか、強いじゃないか。ほいほいほい、はい、ボコリよ、ボコリボコリボコリ、俺とやるようにボコリだけ弱っ。どこ行った？2体いる、いて、こっちだこ、それとも2体出てたの、ゴーデンだけ。違うやつになってるでしょ、違う、狙い変えれないね。硬いなぁ、やっぱこっち強っ、なんかブン回してる、こっちいないからね。もうすぐだよ、ライトニングアロー。残り少しです、これで決めるぜ。チョキン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 、まあ、こんなものか、弱かった、こんなの楽勝よ。見かけ倒しか、おめでとうです。くるっと回り合った、アイテムアイテム、なんだ、何かゲットしたけど、これ何かな、いつ必要になるか、鍋か、終わり、これで終わりか。じゃあスケルトンだけ倒して帰るか、さっさと。ダンジョン出るためのアイテムじゃないか、使えってことか、さっさと使って戻りましょうってことかな。スケルトン倒したら戻ります。これ、やっぱ、さすがに一発じゃないか。討伐目標達成。まだ生きてない。何かゴーンを打つぞ。なんだ？あ、またやつが湧いただけか。アイテム、アイテム。これか。間違えた。ほなな。さすがに2階まで来たから戻るのはめんどくさいな。戻るところでイベントがあったらどうしようかっていう。なんかかっこよく飛んでいってる。間違えた間違えた間違えた、入ってしまった。一回町に戻ろうか。町に戻りたいんだけど、このロードが長すぎて。何なのこのロード、ロードが長いのはいつものことだけど、それにしても長すぎだろ。ちょっとどこだ、ここ越えていけないかな。なぜそんなん使った、お金がもったいない。そのまま真っ直ぐだ、真っ直ぐ行けば、高度限界。じゃあちょっと降りる、あれないぞ、あるじゃないか、行き過ぎた、すっすイベントのついでにダンジョンもクリアしてしまった。
何もイベント起きないな。入ろうとした瞬間にいきなりイベントがパッと出て、あ、やばいって出たらイベントが消えるとかいうわけのわからない仕様になってるからな。何がフラグになってイベントが起こるのかさっぱりわからない。